高原町下畑の川の熊野農業公園アグリピアで葉物野菜アイスプラントの出荷が最盛期を迎えていますアイスプラントは浜水中でカリウムやミネラルが豊富に含まれているため近年健康食品として注目を集めています茎や葉の裏などに白い氷の粒がついているように見えるのが特徴ですでは取れたばかりのアイスプラントを食べてみたいと思います シャキシャキした食感でほんのり塩味でと,とっても美味しいです熊農業公園アグリピアでは4年前からハウス内のおよそ60平方メートルで100株ほどを栽培しています14日も竹前誠事務局長が新芽を十数センチハサミで摘み取り袋詰めをしていました非常に例年よりもよくできております非常に管理もあるんですけれども肉厚ですけれども非常に硬くなく柔らか なくて柔らかい感じです,すごく食感もいいです収穫のピークは2月いっぱいまでで園内で売るほか町内外の直売所に卸すということです